はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、またちょっと別の話なんですけど、ハードウェアの話ですね。うちの会社はですね、実は2018年超伝導量子ビットというですね、写真もあるんですけど、こういったですね、超伝導のチップ、量子コンピューターのチップの開発に成功しました。で、こちらの方はですね、神奈川県の横浜国立大学さんと、あと茨城県の、産業総合研究所と一緒にやったもので、まあ、プレスリリースも持ってますし、まあ、学会発表などもして、まあ、国際会議でも発表しています。ただですね、やはりですね、この超伝導を使ったビジネス化っていうのはですね、うちの場合はソフトウェアとかミドルウェア企業なんで、なかなか難しいものがあって、2021年3月31日で辞めてしまいました。ただですね、やっぱりそういったハードウェアに投資をしてですね、開発するっていうノウハウはありますんで、現在ですね、知財とかですね、そういったものは全てですね、産総研の方に移譲してまして、まあ、人材も産総研の方に移ってもらったんですけど、まあ、今回ですね、やはり日本のですね、ハードウェアのですね、進捗をより発展をですね、強くしたいということがあって、このですね、やはり無理にハードウェアに特化はしないんですけど、あるですね、量子コンピューターを量産化するための技術、必要な技術というのはいくつかあります。で、そこのところって実はやってる企業があんまなくて、日本では日立製作所さんがやってるんですけど、この次世代型の量子コンピューターを量産化するっていうですね、まあ非常にですね、明確な目標が できていて、すでにですね、そういったよくニュースで出るようなでっかい量子コンピューターではなくて、小型の量子コンピューターをたくさん作るというところまでですね、実は来ています。で、今回ですね、それを実現するためにですね、何をしなくてはいけないかというと、簡単に言うとですね、うちが取り掛かっているのは、まあ、シリコン量子ビットといえばですね、既存の安価な半導体を使った量子コンピューターであって、これはですね、非常にですね、量子ビットを増やせるという特徴があって、まあ、量産化に向いているタイプです。ただ、課題として今何があるかというと、そういったですね、量子ビットを制御するための機械が、その量子コンピューターの冷凍機で冷やすですね、機械の外に出てしまってですね、めちゃくちゃでかいんですよ、それが。こんなになっちゃうんで、量子ビット増やせば増やすほどめちゃくちゃでかくなっちゃうんですけど、まずですね、それをですね、ちっちゃくしてですね、その冷凍機の中に入れるというプロジェクトがあります。で、どうやってやるかっていうと、外から出てる機械をですね、まあ、分割してですね、冷凍機の中に入れるんですけど、この時ですね、3つの温度を考える必要があります。で、1つはですね、チップが置かれている極低温というですね、1ケルビン付近。これがですね、超伝導量子ビットだと20ミリケルビンといって非常にすごい低い温度なんですけど、シリコン量子ビットの場合はホットキュービットと言われていて、このですね、1ケルビンあたりって比較的ですね、温度帯域マイナス272度ですね、ぐらいで、まあ、動くんじゃないかと言われています。ここはまだ、まあ、検証の余地あるんですけど、まあ、1ケルビンとして仮定します。で、もう一つがですね、もっと温度の高い4ケルビンですね、マイナス269度付近ですね、4ケルビンの 4K ステージがあるんですけど、冷凍機の上の方は温度が高くて、まあ、温度が高い方が制御はしやすいんで、まあ、4ケルビンのステージに乗っけます。で、最後は300ケルビンといって室温ですね、まあ、大体27度ぐらいの室温のところで動く機械ですね。これはまあ主にですね、そのサーバーで外部にクラウド提供したり、まあ、ユーザーとのインターフェースを作るということです。なので今の現在の量子コンピューターは、まあ、非常にですね、小型化をするというですね、非常に明確な目標がもうでき始めていて、冷凍機といって冷やす機械の中にですね、ほとんど全部入れてしまって、その外にですね、出すものは、まあ、外部との通信をしたり、インターフェースでこう普通のパソコンをつなぐだけで、普通のパソコンを300ケルビンですね、室温において、4ケルビンと1ケルビンの極低温のところに全てですね、制御装置や測定装置を入れてしまうというプロジェクトがあります。で、これはですね、アメリカの Google やアメリカのインテル社がですね、かなり先行していて、まあ、フランスとかベルギーの方でもかなり進んでいるプロジェクトで、ここをですね、きちっと抑えると量産化、小型化ができて量産化ができます。で、かつですね、冷凍機も最近は非常に小型のものですね、ああいうニュースで出てるでっかいものではなくて、小型なですね、卓上型の冷凍機っていうのが結構出始めていて、Ion Q の最新型なんかですね、アメリカのですね、卓上型の超小型冷凍機を使っていて、で、アイルランドのイコールワンラブというですね、シリコン型のビットを使っているところも小型のですね、冷凍機を使い始めています。そんな中ですね、やはり小型のですね、こういったサーバーラックに格納できるようなちっちゃな冷凍機の上で、その冷凍機の中にかなりですね、全部チップ化して入れてしまうというプロジェクトをですね、まあ早期に推進することが、まあ日本のですね、量子コンピューターのハードウェアですね、推進することに、まあほぼ等しいことになります。で、実はですね、これやってる企業があって、日立製作所さんで、まあ内閣府のムーンショットプロジェクトで全くそのことをやっていて、先日ですね、そのですね、その SOC って言うんですけど、この一体型となったチップのですね、お披露目がありました。
うちの場合ですね、一体型のチップはですね、まあ、ちょっとある、まあ、用意するとして、まあ、その周辺の 300kV、4kV、1kV がですね、その周辺回路ですね、の設計や、まあ、構築っていうところをしなくてはいけないというのがあります。で、今回ですね、まあ、そういったクライオシーモスっていうんですけど、そういったですね、クライオスタットといって冷凍機の中に入れるような、まあ、チップの開発っていうところをやってる企業っていうのは実はあんまなくて、まあ、そういったところですね、まあ、急ピッチで進めるということによってですね、まあ、海外だと Google や Intel がやってるんですけど、まあ、産業化っていうのはかなり進むと思われます。なので今回ですね、その、まあ、すぐにやるっていうわけではないんですけど、うちの方もですね、まあ、非常にいろんな事業化があって、まあ、その二足のわらじを履けがないんですけど、ここはですね、うちにとっても非常に大事で、データセンターにですね、量子コンピューターをですね、いかに早く入れるかっていうのは世界的なニュースですとかに、世界的な競争になりつつあって、うちもですね、データセンターに積極的に小型の量子コンピューター入れないとですね、まあ、なかなかビジネスもですね、広がらないということで、まあ、ここに関しては、まあ、積極投資をしていこうかなと思ってます。で、今後はですね、この 4kV におけるクライオシーモスっていうとですね、まあ、冷凍チップをですね、まずやって、この外に出るでっかいですね、測定や制御装置を、まあ、ワンチップ化して、まあ、冷凍機の中に入れるっていうのが一つですね。あとは、まあ、量子コンピューターのチップ自体もですね、開発が進んでるんですけど、まあ、試作段階なんで、これを量産化するというところで、まあ、どうやったら量産化のプロセスに乗っけられるかっていう検討も非常に重要になってきます。で、あとですね、こういった 4kV、1kV のあたりでは、そういったですね、既存製品でそういうものがあまりないんで、まあ、そういったものをですね、設計したりですね、今後ですね、自分の作りたいですね、量子コンピューターを作るためには、そういったですね、そういったツールチップ類を設計するようなツール類っていうのも整備する必要がありますけど、まあこういったのもですね、まあ、世界中にはまだまだないわけですね。なので、こういった冷凍機の中にチップを入れて動かす、そしてそういったチップをどうやって作るかっていうノウハウっていうのは世界中でまだまだなくて、まあアメリカやヨーロッパが今非常にですね、莫大なお金をかけてそこをですね、推進している状況で、日本はちょっと出遅れ始めている。まあ出遅れてはないんですけど、出遅れ始めているという状況になっています。なので、まあ、一刻も早くですね、こういった小型のデータセンター型の量子コンピューターを作りたいと。なんで出遅れるかっていうと、日本はやっぱちょっとですね、こう、母体がでかすぎるですね、研究者もいろいろな種類いるんで、まあ、こう、ちょっとやっぱりクラシカルな感じのところが少し目立っちゃって、まあ、世界の最先端ってどん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 古いものを捨てて新しい方に行っちゃうんで、まあ、そういった捨てられないっていうですね、日本の、まあ、もったいない文化はですね、まあ、結構量子コンピューターのハードウェアかなり遅らせていて、まあ、日本で、ね、量子コンピューターの産業化とハードウェアが出たっていう話ってあんまないですよね。まあ、そういった産業化ですね、まあ、非常に推進する必要がありますので、まあ、今回のですね、プロジェクトっていうのは、まあ、非常にうちの会社としても非常に重要視してまして、まあ、量子コンピューターの設置を含めて2022年のですね、3月までには検討を終えてですね、まあ、事業化するかどうかっていう判断をしたいと思いますし、まあ、実際それに先駆けてですね、次世代型の量子コンピューターっていうのも、まあ、2023年の3月までに完成させる予定ですけど、まあ、2022年の3月くらいまでではですね、まあ、一通りの機材と、まあ、設置場所っていうのを決めてですね、まあ、一刻も早くですね、設置と、まあ、構築をしなきゃいけないということで、まあ、どんどん作業を進めたいと思いますので、まあ、ぜひですね、注目してみてください。じゃあ今回は以上です。